モチベーションコミュニケーションスクールの桐生です。本日もよろしくお願いします。元気いっぱいで今日も行ってみましょう。今日は島根会場モチベーションコミュニケーションスクールのですね、島根会場川上講師、こんにちは。川上講師ありがとうございます。川上講師はもうあれですね、もう人前で話すプロ、20年以上こう司会とか、聞き店とかね、あとテレビとかでこう人前でずっとお話をされて、かつ今トレーナーをされてる大ベテランでございますよ。今日はよろしくお願いします。お願いします、ありがとうございます、はい、今日川上講師に、お聞きしたいのはですね、はい、人前で話すときに絶対やってはいけない3つのことということでございます。はい、やっちゃいけないことあるんですよこれ、ね、今までしようってことはいっぱい喋ってきましたが、逆にやっちゃいけないこと、ね、これもありますね。これをやることによって緊張しやすいとかね、話しにくい、はい、なっちゃうパターンあるんで、そのツボのことをね、今日はお伝えをいただきたいと思います。はい、わかりました。いいですか、今日第3位からいきますか。第3位、わかりました。いや、これいらねえな、これ長いねこれね。第3位は人前で喋る前にやっちゃいけないこと。第3位、第3位はお腹いっぱいに食べる、満腹になってはいけないということをちょっとお伝えしてみようかなと思うんですね。で、この満腹になってしまうとベストな声が出せなかったりするんですよね。なぜかというと、こう話す前というのはやっぱり息をたっぷり使って話すということをするんですけど、お腹いっぱい食べてしまうと、こういわゆる腹式呼吸、横隔膜の上下の動き大事なんですけど、それがお部屋がちっちゃくなってしまって、いい声、ベストな声が出せなくなってしまうんですね。なので腹6分目8分目をおすすめします。はい、ありがとうございます。いや、その通り、そのなんか本当レポーターの方とお話ししてるみたいな感じですよね。いやでも本当にそう、これ満腹だと喋る前にカツ丼とか食ってる場合じゃないですよね。そうなんです、ついスタミナをつけようと思って、いっぱい食べちゃったりするんですよね。はい、はい、これ6分前に食事って済ましておけばいいですか、ざっくり。そうですね、遅くともだいたい1時間から1時間半前ぐらいには終えてると安心かなと。なるほど。空腹すぎるとやっぱりね、あまり良くないですので。そうですよね、満腹中枢、もうこの満腹になるとなんか眠気が襲ってきたりとか、脳が働かなかったりっていうのがありますか。そうなんですよ、はい、食べ過ぎ注意、あ、事前に食べ過ぎ2時間ぐらい食べますこと。そうですね、わかりました。第3位ですね、やっちゃいけないこと第3位。じゃあいきます、人前で喋る前にやっちゃいけないこと第2位は、じゃじゃん、第2位は冷たい飲み物を飲んじゃう。あー、なるほど。これちょっと行動のことを今2つ目で言ったんですけど、こう始まる前っていうのはついついこうクーッと気分をすっきりさせたくて冷たい飲み物を欲しくなるんですが、これをしちゃうと喉、声帯が硬くなってしまって、本来のいい声、滑らかな声が奪われてしまう可能性があるんですよね。なのでおすすめは常温のお水ですね、はい、常温のお水ですね。そうですね、その方がいいかなというふうに思います。うん、冷えたものだと胃も収縮しちゃってね、もうそうなんです、ストレスかかる場面でさらにストレスかかっちゃってますもんね。そうなんです。で、もう一個ね、カフェインを含まれるものを飲んでしまうと喉が乾燥してしまうんですね。そうすると喉がれをしたりで、そこがまた緊張感につながるっていうこともありますので、そこもちょっと注意かなっていうふうに思います。そうですよね、はい、興奮しますけれどもね、できるだけリラックスして立ちたいと思ってもカフェインって興奮作用ありますからね。そうなんですね、コーラなんていうのはカフェインも入ってる、外もベタベタするし、はい、そうです、そうです、最悪ですねこれは。最悪だからもう喋ってる時にゲップとか出るとよくありませんからね。これはまずい、喋る前はね、普段喋り終わってから飲みましょうと。そうなんです、終わってからのご褒美にしていただきたいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、お願いします。最後いきますよ、はい、まず前に絶対やってはいけない第1位は、じゃじゃん、
第1位はうつむく。うつむく。うつむくにさせていただきました。なぜかというと、もう本番始まる前、話す前から人は皆さん、私たちのことを見ています。で、プラスうつむく行為をしてしまうと不安を引き寄せてしまうんですよね。あー、ダメだダメだ、どうしよう。そうすると見てる方も自信がない印象を与えますし、自分自身も不安になる。なので始まる前こそ姿勢を正す、頭を上げる、そして最後は笑顔を作る、そして成功事例、未来の成功事例をイメージしてもらいたいなって思います。はい、ありがとうございます。これ出待ちの番ですよね、順番が回ってくるとき。そうなんです、ね、だんだん予測されるんですよ。ダメかもしれない、緊張しちゃう、不安になる、失敗するかも、うつむくと、そういう気持ちにもなりやすいので。なるほど、しっかりと姿勢を正していただきたい。そういうことですね、順番待ち、食べる順番待ちと見られてると、もうそこから試合は始まってるってことですね。あ、もうまさにその通りです。すごいですね。いやー、こう気をつけなきゃいけないで、気づいたらですもんね、やっちゃいますもんね、こっちの診断の講義とかね。そうなんです。で、やっぱり始まる前からこう、もう意気揚々と自信持って立ってると、皆さんの印象も違うし、自分の心も次第に元気にこう自信に満ち溢れてくる。ある、ありますよね。だからよくね、なんか交流会とかいろんなところで、はい、えらい堂々と立ってみんなさんと挨拶してる人いますけどもね、常連ですかなんて、初めて来ましたみたいな人いますからね。初めてかみたいな、見えない、はい、これ姿勢か、ね、目線から来てます。そうなんです、もう今日3位、2位言いましたけど、私はね、もうこの1位だけでもぜひ実行してもらいたい。こうしてるだけで、やっぱり本当に印象も違うし、もう自信も自分の中でこうみなぎってきますので。なるほど、ぜひ。はい、前は目線を下げずに上げておくということ。そうですね、いただきました、今日は3つの第3位までいただきました。はい、ありがとうございます。鏡越しと喋ってるとなんかパワー出てきますね、このなんか。今日はもう代表に負けてはいけないと思いまして。ねえさーなんつってこれ島根からね、元気をお届けいただいてますけれども、はい、ありがとうございます、はい、これ皆さんにやっていただいて、一個、ね、事前にやっちゃ当てはまったなっていうものがあったら、実践をしてみていただきたいと思います。で、このチャンネルはですね、はい、上がり症改善に向けたメソッドをお届けしてますので、ぜひ皆さんにチャンネル登録をしていただいて、一緒に上がり症改善をしていきたいと思います。今日は島根コーチ、島根コーチじゃない、間違えた、川上コーチ、島根コーチ、反復してたら島根コーチになってしまった、すみません。今日はありがとうございました。いや、こちらこそです、ありがとうございました。ぜひお越しください。はい、今日はありがとうございます、はい、ここまでで、ね、ありがとうございます。